私たちは、ラグーン商会という、運び屋に所属してまして、まあ、彼は途中から参加だったんですけど、私はトゥーハンドの二丁拳銃を持った運び屋なんです。二丁拳銃持った運び屋って何の説明だろうか。二丁拳銃で運ぶんでしょ。こうやって運んでます。わざわざね、頑張ってます、はい、もう嘘ばっかつかないで大丈夫です。皆さん知ってますかね。まあ、基本的には運び屋の話なんですが、まあ、表の顔は運び屋と言った方がいいのかな、なのか、まあ、いろんな事件というかに巻き込まれていく感じではありますけど、基本的には運び屋です。はい、ストーリーの説明には何もなってないですけど大丈夫ですか。大丈夫です。すごい楽しい物語になります日本の商社マン岡島六郎は東南アジアへの出張中に海賊まがいの運び屋ブラックラグーンのメンバーに誘拐されてしまいます。会社に見捨てられた岡島は名も立場も捨て、ロックとしてブラックラグーンの一員となり、ボスで元軍人のダッチ、メカニックのベニー、トゥーハンドの異名を持つガンマンベビーと共に改造魚雷艇ブラックラグーン号で南海の海を舞台に活躍するハードボイルドアクションアニメーションです。レビーという役は、ラグーン商会にいる、トゥーハンドの女の子なんですが、すごく短気なので、すぐ切れてバンバン銃を撃ってしまいますそんな感じ。はい、そんな感じです、はい。ロックという役はですね、まあ、ご覧の通りなんですけども、まあ、普通のサラリーマンですね。まあ、どっかの映画とかドラマで見たことあるような雰囲気もありますけども、まあ、それは置いといて、うん、踊っちゃえばいいんだ操作しちゃえばいいんだ普通に働いてたサラリーマンなんですが、それが、ラグーン商会という、まあ、運び屋という名の、ね、乱暴な人たちさらわれて、運び屋なのに物じゃない人間を運ばれてたんですね、僕の場合は。それで一緒に違うよ、まあ、持ってたディスクだよ。そう持ってたディスク。お前はいらなかったんだよ。はい、その時僕いらない人ですそれがなぜかはラグーン商会という、そこに、まあ、豊口さんに風に言うと所属してしまって、それで一緒に行動を共にしたという、まああんまりその本当に、まあ、特徴といえば正義感があるというだけで、まあ、本当に普通の平凡な日本の、サラリーというのが役どころですね。最初の方から見てる方はお分かりだと思いますけど、まあ、だいぶ、レビーとロックの距離はだいぶ近くなったような気がしますね。その、最初の方でレビーが自分の過去をロックに話して、そのまあ、仲間として見るんだったらそういうなんか哀れみの目で見ないでほしいみたいなことを言って、自分のまあ本当の気持ちみたいのをロックに話をして、でロックもその後今までこうなんかなんだろう、お前は私の言うこと聞いてればいいんだよみたいなことを言ってて、はいはいって聞いてたのが反抗するようになってきて、まあそれは意見としてだったんですけど、それでお互いなんか言いたいこと言い合ってからはだいぶレビーとロックの距離は最初に比べたら近くはなったかなと思いますね。まさにその通りです何か言えよいいんだ、すまね、忘れてくれロック。大事なことを忘れてたよ。ここじゃ私はあんたの銃だ。私の役目はあんたの命を守ることで、あんたの生き方を邪魔することじゃねえもんな。だからついてくよマスター。ここが見どころか。ガツンと言ってあげてよガツンと見ていらっしゃる方はちょうど今日本編の途中だと思いますが、一見ちょっとうわひどいって思うようなシーンがやっぱりあるんですけど、なんか最後には、なんかそこのうわっていうのがなくなるぐらい、やっぱストーリーがしっかりしてて、絵もアクションもすごくて動いててすごいと思いますけど、やっぱりストーリーを見ていただきたいなと
思います。はい、そうですね、ブラックラグーンっていう作品はおそらくその何誰が悪くて誰がいい、いいもん悪いもんっていうのがあんまりいないというか、全員がこう正義みたいに思ってまして、その辺の見方によって全然違うと思うんで、見どころというのはそのやっぱり自分で、キャラクターを通してでもいいんで、全作品をそのままズバリ自分の視点から見ていただくのも結構だと思うんで、自分でこうここがいいなと思ったところがあればそれがきっと正解だと思うんで、いろんな楽しみ方をしてほしいなと思います。すっげー久々に真面目なこと。ただいまブラックラグーンのコミックスと DVD 連動キャンペーンロベルト祭りが開催中。 DVD 第5巻に入っている応募はがきにコミックス第6巻の帯についている応募券を貼って応募するとレアで豪華な商品が抽選で当たります。来年1月31日が締め切りなのでお早めに。まだまだ、残り、わずかですけども、オンエアは何ていうんですかね、本当に最高に盛り上がって役者陣も盛り上がって演じ切ったっていうのがあるんで、その辺を、堪能してほしいのと、あと1月に DVD が出ますんで、見落とした方、今まで見てくれた方はもちろんなんですけども、これを見てなんだよブラックラグーンってって思ってくれた方はもうぜひ見ていただけるとハマるんじゃないのかなと思いますので、スピード感もありますし、あと内容もすごく作品自体が重厚なものになってますので、きっと楽しめるものだと思います。ぜひともよろしくお願いします。私としても、すごく挑戦な感じの役だったので、だいぶ力も入りましたし、ぜひたくさんの方に見ていただけたらと思うのですが、最初のシリーズと、セカンドはちょっと間が空いてしまったのですが、一応続きものということで、ぜひ DVD 出てから第1話から続けて見ていただけたら、またそのレビーとロックの距離感とかもだいぶ分かってくると思いますので、ぜひ最終回まで見逃さないで。